はい、どうも、サンサンです。プロス2019実況始めていきたいと思います。ですね、まあ今年で今回は最終回となります。通算成績の確認をしていきたいなと思っております。はい、じゃあ進めていきましょう。どうなる？ここまでやったことないんだけどな。何？あ、そういう感じになる？そういう感じになるね。はい。では、まあ、お話タイムになりますかね。まあ、この30年、ね、いろいろありましたね、やっぱり。まあ、最初はさすがにいろいろ苦戦しましたけど、外国人選手の活躍もあって、まあ、3年目に優勝と日本一はどうだったかな、できたかな、と思います。まあ、最初の年からいた、ね、もともといた山岡投手だったり、山本由伸投手だったりっていうのが結構活躍してくれて、山岡投手は結構早く出てっちゃったのかなっていう感じだったかなと思います。はい。あとは義母選手が覚醒とかしたりして、まあ義母選手も出てってしまったんですけど、まあ最初の方に獲得した志田が早めに出てきまして、レギュラーを掴んで最初700本超えというホームランを打つことができましたので、志田が打者レジェンド、山本由伸選手が投手のレジェンドって感じですかね。まあ勝ち数1位は多分400勝だったはずなので、401勝か400勝かだったと思うので、そこは多分取れてないんですけど、まあ、ホームラン王もね、あの王さんの800本超えは ならなかったんですけども、まあ2人とも2位ぐらいにも入れたんじゃないかなと思っております。めちゃめちゃ頑張りましたね、オリックス選手たち。これどれぐらい長いんだろう楽しいペナントでしたね。はい。まあ、監督とかも変えたらよかったんですけど、なんかルーキー覚醒を捨てるのもなかなか難しかったし、まあ変えるならあれでしたね、黄金の右腕みたいな、ドラフトが強くなる監督の能力があればよかったんですけど、それだったらできちょっと監督交代がねできたかなと思うんですけど、まあまあまあ、西村監督が30年やりきってくれたともう87歳ぐらいのおじいちゃんになってましたが、オリックスを率いてくれた監督にはお礼を言いたいなと思います。現実世界でも優勝まで導いてほしいなと思いますので、皆さんもオリックスをどうか応援してください。はい。そしてこれからの、まあ、30年目以降のオリックスも活躍を祈っていてくださいと。まあどうなっているのかは分かりませんが、はい、という感じでございます。で、あ、そうなるのね。では、続きやったらいいかな。続きで30年目とかしたらいいんかな。これ。見えるよね、まさか。これ次でしたらまたあれになるのかな。っていうこと。ここで見ろというかという感じかな。はい。では、歴代記録では早速見ていきましょうか。これは何？あ、今年の話？ああ、1年目からこう振り返ろうってことか。1年目はまあここですね。こういうところから始まりました。まあ1ゲーム、0.5 ゲーム差だったんですけど、再開スタートからということで始まりまして。2年目はこの60勝で5位。で、3年目に優勝と。ここからずっと優勝でしたかね。で、ここで初めて100勝を超えまして、110勝。ここちょっと苦戦したのかな。120勝もありますね。一番勝ったのはこれか。126勝。29勝もあるな。130はすごいない。130勝はないと。
タイトル1年目から首位打者を吉田正尚選手が取ってるんですね。最多安打最高出塁率、ここはさすがに現役選手が多いっていう感じですね。ここは取れてないな。全然神岡が新人よ。で吉野選手が MVP 三浦賞。ここはあれですね、確かあの優勝した年ですね。はい、あ、中とか言いましたね。郷原というのは新人、あれですね、ドラフトで逃した選手ですね、確か。はい、志田とかどこから出てくるのかな。吉田選手、西川選手がすごいな。ここは日ハムが強かったんかな。ピッチャーは山本選手がね、大暴走してますが、ずっと山本選手が活躍してますね。点を。ビシエド選手が来てましたね、この時期は確かに。吉田選手 MVP と。向こう山、いましたね、向こう山。高柳も見ましたね。また、頓宮選手がペタになる前のホームラン、打点を取ってる時期。してって感じですかね。吉田選手はここで三冠を取ってるんですね。知らんかったな知らんかったなこの時期は多分成績確認をちゃんと毎年してなかったのかな。そうだ、あとキャッチャーが岩山で謎に盗塁を取ってるんですね。キャッチャーなのになんか盗塁が得意なんですよね。三冠を取ったんや。こんな7年目ぐらいで MVP 中川選手、中川選手も長いこと、活躍してくれた選手の一人ですね。で、あ、頓宮選手、久保選手ですね、活躍してくれたな。お、志田が出てきました。2028年と10年目ぐらいかなにやっと志田が出てくるっていう感じか。岡崎選手もね、守備職人として活躍してくれましたね。その頃は1番が岡崎だったのかな。義母と岡崎の 1,2 番だったかもしれないですね。お、浜田がここでできました、新人王で。お、宮本が首位打者ここで取ってますね。で、志田、ホームラン王と打点王を取ってると、すごい活躍を見せてくれてる。お、小野寺もいましたね、この時期は。志田、ここで三冠を仕上がってます。白石が出てきました。この時期は種市投手が奪三振王で毎年出てくる年かな。沢村賞、宮本、北浦も出てきました。その頃から最短取ってますね、宮本は。種市投手が強かった時期ですね。で、MVP 志田、50本、133、北浦、志田賞も取ってましたね、一時期。で、盗塁王、白石。白石はここからずっと盗塁王ですからね。種市、すごい。志田、ここも三冠を取ってる。3割5分。志田もね、だって打率をすごい残せるタイプだったので、はい。で、浜田が MVP、沢村賞を取ってると。ここはあれかな、違うな。どっかでタイトル独占の時期がありましたよね。野村大輝選手、ホームラン王、打点を取ってる時期があるんですね。で、宮本は4割、ここで初めて超えたんかな。田村、田村いましたね。一時期ショートやってくれた田村選手。まあ、田村もペターンしたんで、すぐ、まあ、レギュラー剥奪というか、になったかなと思うんですけど、あ、中条がこれでできた。まあ、中条もね、あ、クックも出てきたな。この時は志田あんまり打ってなかったかな。最高出塁率は取っていると。横田もいたな。あ、日傘が出てきました。この時期は多分すごい若いんじゃないかな。まだ20歳そこそこぐらいだと思いますね。2038年、そうですね。23ぐらいかな。あ、中西が。覚えてないな。79個盗塁してる時もあるんですね。中西全盛期かな、ここは。宮本と。ここからはまあずっとこの
選手たちの時期ですね。塩原学校で新人を取っていると。今のエースは塩原ですかね。中西、白石、日笠、宮本、北浦、日笠、カーナルとか出てきてますね。ここで沢村翔、素晴らしいな。久保も出てきた。マセが新人を取っていると。もうここは終盤ですね。日笠が多分この辺で出て行ってしまったのかな。そうだな。宮本が4割2分と267本という成績を残している。清田、塩原、最終ネットかな。最後の MVP は久保、首位打者は宮本と。はい、でおります。おはよう。おThank you.
これだけ取ったらそっち行きますので、はい、はい、ということで、まあ、ベスト9とゴールデングラブはいいかなと思います。はい、では早速個人通算、今現役選手のってことか、それはいいか。歴代投手シーズン記録だから見ていきましょうか。登板、最多登板、シーズンの最多記録か。はい、登板数は無理ですね。投球回も無理だな、これは無理。完投も無理だな。完封、小野寺、誰だ、中西がソフトバンク時代にちょっとやってるって感じか。小野寺、打ち勝ってきたか、分かんないな。勝利も無理だな、敗戦も無理。勝率は、まあ、ガンガン取ってると思うんで、10割はね、無敗は結構取ってる、うちの選手ばっかり。まあ、そらそうですよね、打ちと当たったら無理ですからね。防御率、カーナルが6位にランクインしてますね。中西も10位、小野寺っていう選手すごいな。うちの選手かな、カープ行ったんかな、分かんないな。中西と横田、中西、久保、小野寺すごいな。はい、セリーグで無双しているって感じか。奪三振とかいる、いないと。西武は松井裕樹選手が2020年に2位の記録を出していますね。まあ、オリックスではあんまりセーブ記録ってのは作れないかな。安崎選手はカープ行ったんですね。ホールドも難しいかなと。平井選手が2位の記録。被安打、被本塁打、吉球、吉球、冒頭、荒垣山。25ボートは大記録だな。はい、まあ、投手シーズン記録はなもんか。野手シーズン記録はすごいですよ、多分。ホームラン王、野村大輝選手が55本、村上選手54本と。志田が52本に2回出してるぐらいで、やっぱりここの記録には張り合えないですね。ホームランどうしたらいいんでしょうね。こちらは結構50本超えは数多く打ってくれてるという感じですかね。王さんも50本超えは2回3回なんだな。で、シダは5回取ってるから、それで迫ったって感じなのかな。打率打率やばいな。宮本4割2分3厘、ほんまにえぐいですね。4割3回いってるんですよ、宮本。中川選手も3割9分6厘というすごい選手、全盛期残してます。宮本、一郎の時代から宮本の時代になりましたね。うん、すごい頑張ってくれた。志田も1回3割8分、北浦も打ってますね。打点590打点志田化け物だな、これは。もう二度と抜けない記録ですね、190打点。2位の志田ともえぐい記録差ありますからね。でも志田なんだ。そうなんですね。ん？違うわ。得点は宮本だ。得点は宮本が1位。171得点。白石はやっぱ1番バッターで、宮本が返してるのかな。なのかもしれないですね。北浦と宮本が。あんだ。267本。もうオリックス選手ばっかりですね。267本、そりゃすごいな。235本、234本と。盗塁は白石が1回5位に79盗塁という記録で1回迫っているって感じで、106盗塁は無理。もう2塁打は宮本なんだ。3塁打は、まあ、足速くないんだよね、宮本はね。出てない、誰もいないな。バントとかも全然してないかな。三振、強打選手そんなに三振しまくってるんや。
ッチャー選手たちはあんまりいないんじゃないかな。三振消してるからな。さよならホームランとかもあんまりないんじゃないかな。満塁はあるかも。トングーが三上いたな。三上期待して全然伸びなかったけどね。日傘も持ってますね。はい、代打本塁打。そんなにいっぱい俺らの4本塁打。あ、シーズンか。はい、では投手通算いきましょう。登板記録、山崎康晃選手すごいな。やっぱりあの中継ぎ抑えの選手がすごいですね。あ、そうか、モイネロ選手いましたね。長年活躍してくれたな。まあ、終盤登板機会が少なくなってきてたので、やっぱり、まあ、チームが強くなって、まあ、先発が完投していったりしてたので、はい。投球回は、小野寺やっぱりすごいんですね。種市選手もすごい。まあ、山本由伸選手が4400投球回と。うん。まあ、浜田も結構迫ってるな。まあ、ね、連投とかもさせれば、もちろんこの記録は抜けると思うんですけど、それはやっぱ違うので、まあ、長年活躍してくれた証という感じですね。関東とかどう？あ、浜田のが多いね、山本由伸選手。久保もすごいですね。小野寺ってすごい選手だったんですね。うん、すごいな。完封も1位が小野寺なんですね。小野寺って誰？普通にカープでずっと頑張ったってことかな。小野寺っていたのは覚えてるんですけど、そんな選手だったかなっていう感じですね。お、勝利数記録2位に入ってます。浜田も3位に入ってますね。小野寺もすごいな、329勝してる。この小野寺っていう選手欲しいですね。久保も10位にランクインしております。あとは種市選手234勝、カーナルもここに入ってきてますね。中西も18位にいますし、榊原選手もここにいる、則本選手もいると。で、負け種市選手多いですね。まあそりゃそうか。則本選手、石川選手ですね。石川正則やったっけ。勝率、まあ通算勝率ですよね。久保が1位、防御率、まあこのね、久保とかは強い時にいるので、そう、それはそうなんですけど、山本由伸選手とかはね、最初からいるので、まあ、その弱い時代も知っている選手ということで、あ、違う、頑張ってくれましたね。防御率1位は中西、やっぱ中西強かったな。中西が一番投手では育成成功って感じですもんね。久保、小野寺、川中って感じですね。打三振も小野寺がすごいな。もう種市選手やっぱすごいですね。山本選手よりすごい。2位の記録を持っていますと。お、セーブは安崎選手。732セーブ。化け物だな。モイネロ選手も500セーブ頑張ってくれたんですけどね。岩瀬選手の記録をここまでみんな塗り替えるかという感じですが。ホールドポイントもハンセンすごいな。ハンセンが3位。ヒアンダも、まあ、長年活躍したらそれはそうですね。よし、9。フォアボール出すタイプではないんですが、まあ、長いね、こと投げてくれたらこうなりますかね。お、あ、デッドボール1位なんだ、山本由伸選手。コントロール上げてないからな。失点、そうね、完全試合とかどうなんですかね。ノーヒットノーランないな。完全試合が先なんだ。安川という選手が1回出してますね、完全。でもそれでも50年ぐらい空いてるな、さ。まあまあ、そうそう出る記録ではないので、まあ、ノーはいっぱい出るんじゃないかな。もうノーは祭りが起きてますね。こんなの見てられないぐらい来てますね。投手4冠。吉野選手が2022年、向こう山が3回、3年連続、巨人取っていると。横田、小野寺、中西、小野寺と。はい、野手出場者、白石が1位。そうなんだ、白石が1位なんですね。そんなイメージはあんまりない。怪我しなかったんかな。
今も現役ですからね、まだ伸ばしていくの成績ですからね、これは。そうなの。この鈴木っていうのは鈴木大地選手かな。坂本選手、志田、村上選手、鈴木誠也選手かな、に。白石そんなに出てるんだ。ホームランは村上選手が2位か。800本打ったんか。えぐいな、まあ、10代からあんだけ出てますからね。いや、すげえな。志田より上なんか。日笠も11位にランクインしてますね、すでに。村上選手すごいな。志田も頑張ったのにな。悔しいですね、これは。まあ、もっと早くからデビューさせてれば。くそ。打率は、まあ、通算宮本が1位、北村が2位と、これはまあ文句ないでしょう。ズバ抜けてますしね。打点、よし、打点は1位だしだ。1700打点、村上選手、中山選手で宮本、北浦もいると。得点は白いし、まあ、1番であんだけ塁に出てればね、1、2、3位と取ってますね。すごい。あんな4000本達成している宮本。4000本すごいな。白石も3900本打ってるんですね。いやー、すごいな。でもそう考えると、イチロー選手すごいですね。4000本打っている。日別三列が4000本打っている選手。いや、いかついですね。張本選手より上がこんなにいると。本当の実在選手だと坂本選手、鈴木誠也選手と鈴木大地選手かな、がそんなに打っていると。で、張本選手の次に吉田正尚選手かな、がいるという感じですね。取る、よっしゃー、100ところいい。義母選手もすごいですね。3位にランクインしていると。世界の福本豊を抜きました。白石、さすが。こういう選手を作りたかった。ホームランと、ホームランこれ悔しいな。村上選手に負けたのは悔しい。まあ、この辺はね、二塁打は取れるとしても、三塁打は厳しいか、やっぱり。近本選手すごいですね、やっぱり。白石も、まあ、三塁打は結構打っていると。走塁をつけてないんでね、三塁打にならなかったかな、あまり。犠牲バント。セーフライの志田が結構打ってますね。先日亡くなった野村監督が犠牲フライは1位だと。三振、村上選手やっぱりホームランバッターでしたからね。さよならホームラン、村上選手がすごいな、やっぱり。満塁ホームランは志田が28本。日笠すごいな、満塁男だ。イヤホンリーダーそんなある。初回先頭だし、ホームラン、まあ、ホームラン出るタイプじゃないんでね、あの白石は。サイクル人とかいっぱいいるんじゃないか。あ、そんなにいないな。柳田選手、秋山選手、浅原選手、近藤選手で混合ですね。両打席ホームラン、こんなんいるんか。あ、クック両打席ですね。あいつスイッチヒーターだったんですね。クックがいっぱい打っている。トリプルスリーは、トリプルスリーいんの、いないな。トリプルスリー達成できる選手も今後作りたいですね。じゃあ次はトリプルスリーと、まあホームランランキング王選手を、王監督を抜ける選手を作るっていうのを目標にしてやっていきましょう。なら満塁ホームランとか結構いますね。代打満塁は結構いますね。代打さよなら満塁、高浜選手だっけ。逆転、代打逆転さよなら。前川、中、あ、中って打ち方で絶対中や、絶対。藤崎瑞稀、徳増かな。代打逆転さよなら満塁ホームラン、これ中村翔成選手かな。
三冠王ですよ。吉田選手、志田、中山は誰かわからないですと。はい。まあ、という感じでございました。オールスター記録、あ、これはいいか。うん。いや、ということで、長い間、やってきました。ということで、これで本当に、オリックス編、終了となります。はい。ありがとうございました、長い間。まあ、志田だったり、宮本だったり、白石だったり、北浦だったりっていう選手たちが、通算成績に名を残すことができて、すごく嬉しく思います。まあ、山本由伸という投手で言ったら、山本由伸投手だったり、浜田だったり、まあ、中西だったりっていうのも活躍してくれて、まあ、次回のペナントでもこういう選手たちがどんどん現れるように頑張っていきましょう。まあ、さっき言ってたトリプルスリーと、ホームラン王ですね。2つはぜひとも取りたいなと思いますので、3割30盗塁はできると思うんですけど、30本打てる選手ってなかなか厳しいので、まあ守備を捨てるしかないのかなっていう気はしますね。はい。まあいろいろ試行錯誤しながらやっていきましょう。まあ、トリプルスリーだけだったら長期の記録じゃないので、そういう選手をポンと作ることはもしかしたらできるんかな。いや、わかんないですね。まあ、王選手の記録を抜くのは早い段階でホームランバットを作り上げるしかないので、うん、もう10代から、まあ、ガンガン出していくしかないかなと思ってますので、頑張ってやっていきましょう。はい。まあ長い実況になりましたが、ご視聴いただいた方ありがとうございました。まあ、このオリックス・バファローズは永遠に不滅、永久に不滅なので永久に不滅なので、はい、頑張っていきたいと思います。次の実況も、まあ、一応次の実況もオリックスでやるつもりではあるので、はい、そこはね、まあ、またオリックス編ではあるんですけども、セカンドシーズンということでやっていきたいなと思います。それでは本当にここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。次回もご視聴お願いいたします。